今日は朝の6時、早朝6時から配信します。出たー、出たよ。あー、出た出た。ルシアン、死なないの？ナイス、よっしゃー。まるず空いてない、空いてない。黄金チーム、いやマジで強そう、敵の構成。いやでも俺はこれは一番得意でジャンプでいきたいよ。幸運の女神が微笑んでるぜ。いやーこれ、いやーヨードルオンリーを信じるしかねえ。いやこれ ADC がジンじゃなかったらジリアン安定だったんだけど、あーレモンアニビア勝てっかなーこれ。ああ、ジンじゃなかったらジリアン出してた。クレンズ持ってくんの？ああ、TP でよかったなー。TP でよかった。まあでも、ソラカいるからな。惚れ惚れするだろ。ファーストブラック。いい感じだな。よし、これで俺がミッドで死ななければ絶対ザック狙ってくんだ。俺絶対ミッドしてないから超セーフプレイします。リスナーに何を何と言われようと絶対に前出ない。インバデでフグ取ると負けるとかいうジンクス。マジで死な。もう絶対ザック狙ってくる。俺ここより前出ないよ。そのこっち見てくるやつ好きです。ヒヨンミ、インベード決まると負けるよね。アドキじゃないの。タイトル詐欺そろそろやめない。勝利を確信しました。出れないの間違いでしょ。君のセーフプレイ発言はみんな信じてないよ。もうマジ絶対死なない。るのかよ。潰せ。セーフプレイさせないのがアンディアだろ。ここクリックしといてくださいね。フラグシューすげー、わらとか言いながら速攻ガンク刺されそう、わら。フラッシュないから気をつけてね。フラグいただきました。ほら、このラインでずに死ぬんですか。下がってても負けだろ。これクレンズ持った方が、いやトップは有利を持ってる。クレ、トップは有利を持ってる。スタンスタンかわしてくださいね。スタン当たりもうまいですね。先生級当たりすげーわ。当たりすぎ、わら。先生ここにいても F ないと死ぬから。ザクはクソ、いい感じに先に当たってますね。ナイスです。Q って対象指定じゃないんだよな。ブリンク使うの。アンディアザックとか。怖い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 。怖っ。マジでタクマンの配信に似てきたな。わら、5分後これトップだったかって言いそう。休んでる暇はないぜ。外事バッタさん。怖くね今。待って待って待って、大丈夫か。大丈夫だ、強っ。おしめいだ。うわー、殺しきれねえやつだそれ。ナイス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 。オーケー、オーケー。クレンズ、それキープゴインじゃない。まさか卵落とす。敵を倒しました。いやーヨードルオンリーアグレッシブやな。寄るねえ。大丈夫、ここから負けれるのがスタンミだよ。明日、あれいつものお得意のクスは、くれるのか、スタンミに負けるレモン。得意のケース。はっ？待って待って待って、スタンミジャンプちょっと忘れてないか。前に出るな、前に出るな。前に出てる。ちょ、そうだね、もう忘れてたわ。ありがとう。青バフもらっても負けます。わら、レモン気にそう通ってる。敵に回すと厄介。味方だと頼もしい。タブカチカチやめて。もう嘘つき。あ、なんかタブカチカチ俺結構してる配信。なんか癖なんだよね。ヨードロリ一生ロールしてるもん。一生ロールの人。めっちゃアクティブやった。優秀九段。
フラッシュまで43秒ナサスの時のヨードルを BGM チンチンサワサワ敵を倒しました視聴者の目を破壊していた。とりあえずこの J4 とザックはいないものとする。レイブク、イカラク、どうせカチカチするならアパネンズはやって。いやもうマイルゼロよ、パッシブないんだからトレードしていけ。いやこれザッ、いやいやいや、やんないやんないやんない。俺さっき言ったよね、リスナーに何言われてもこれは前出ない。フラッシュが上がるまでキャリーしてもらったの忘れるな。イカヤク、両ドルオンリー強い。ここで前出ないで生きてるの。これは勝利確定。 BGM 透明がアンスココこ陰影よ、やめろ。真っ黒にザック映ってるじゃん。フラッシュが上で出たら死ぬ。その割にプッシュするね。もう帰るんだ俺で、一回敵リコール一回してるもん。俺もう帰る。アロンハイカモンマイ歌え。味方が倒されました。うわっ、うわー出て欲しかった。普通に特殊してトップのカジと一緒にダイブすれば終わりだ。まあでもトップフリーだし。やべえ、壁作られる。これ削れ。俺これマーキュリーいかなきゃダメだ。今気づいた、これマーキュリーいかなきゃダメだ。ミッドでよくないかこれ。ミッドフリーな気がするんだけど、フレンズないよ今。なんか狙ってんな。本当はヒカルがスタンリの真似してるってマジ？マーキュリーってね、アロクロタッチの恐怖か。メガオブジムーン分割でありやばいぜ。おけおじゃ、こんちゃ。うぜえ二人だな。うぜえなマジで。うっさ、うぜえ。マジでうざい。怖くねそれ。うわー外すんか。こっちだけ。ナイスー、ヨードロンリー。お前ってやつは本当、うん、ダブルキル。味方が倒されました。敵を倒しました。強いじゃん。そらかしいならまあ味方が強いだけ。鬼もかに行くのはからか。ザックがいるからですか。そうです。ヨードルオンリーの殺意やばい。めっちゃ強い。これ怒涛の泡を破壊しました。クレット今回ハマってるなぁ、嬉しいなぁ。あれ降りて竹はずれるの、ほんとずるいな。ドパに怒られるやつ。そう、例に今のはボットに飛ぼうとしててキャンセルだから。まあまあいいんじゃない。いや今回お荷物なよき。音質悪いなこれ。いつもヨードルオンリーに金払いすぎ。次クレンズあるからなぁ。リビンや味方うまい。お見事なおみき大好き。これドライケンな。どうしてドライフ。これお前さん絶対人のせいにしてる。ロレって人のせいっていう時実際あるからな。ロレに関してはそういうシーンあるくらい。しょうがないことでしょ。ああ。ああ。敵を倒しました。チームエクサなんてそういうもんだ。自分で無駄に失礼に終わったって切れてた。
スタンミがレモンの代わりにチーム返してあげよう。お前自分がレモンよりうまいと思ってね。思ってねえよ。なんでそういう話なの。ちょっともう思ってねえわ。なんで俺セミプロで CS で出てる人にうまいと思う要素あるんだよ。ミッドメインでしょ。あーこれ1500円かダメだ。なんか音質悪いな。このゲームでレモン君がお前も安心になったからな。スタンにレモンさんに連絡しようってこれから心をね。このゲームを使ってアリーナを持って敵を倒しました。わお。もう要素あるんだよってお前人いかがし。スタンに負けたら悔しいやろな。わらわら TV とわらわらめっちゃガチャガチャしてる。スタンにはいつも違法主張で駆動音源で聞いてるから耳が超えてる。いかがし。お前ごときが音質を語るな。転がしやん。あきつくしやん。それ見ないんだよな。もうあきつくわら。そんなのね。スタンにがお目に落ちて助けしたいときますか。完全に苦しみにしてない。あの時ターゲットできないんだ俺途中って。靴狙ってたのに。母さん。クラッシュしてただけ。どうあがいてもクレットが来る。ミッドの介護が怖くすぎる。アキツさん。ありがてす。ミッド潰しても別ミッドでスタンクレット本格っぽい。できないの？できないの。ルート中ベターンってなってるんで。ターゲットできなかった。立てるのよ。レモンがスタンに対して結構決めてて草だ。わら。レモン君に言ってくるわ。なんで俺にキレんだよ。言ってんねえよ。トリスが炊いてる。ありがとう。そんなキレてんの。そんなキレてんの。オルトスコットあ、卵あんのか。そんなそんな無事になんで俺が謝るみたいな話になるのか不思議なんだが。ちまえね。あ、味方の暴言に耐えてると。ネタじゃなくて。どっちだよ。ネタなのか本当なのかわからねえ。レモン君キレることだってそうそうねえぞ。で俺相手でサブアカでキレるか。わかんなくなってきた。俺を信じさせてくれリスナー。ウェイ。電車が綺麗、電車で切れてるか聞いてみようってヤバすぎでしょ。レモン君そうやって、いやどうなんだろうな。とレモン君ソロ級で味方に来てくれると味方励ましてすげえ。あ、こういうのが勝率が上がるんだなってのがわかる。変わらねえわ。マースマークで切れんのは頭おかしいわな。クワはもっと強いよで笑った。クワ気合いに出してきててさすがに様子だ。レモンの下チャットしててくさ。チャットでレモン君を取ってる。
って聞いていない？俺落とし込めるよ。スパイが一緒に宇宙旅のピンク鳴らしてるよ。味方の暴言に対する質問を読みに聞いた方が確実。ボアが話し合わず500人に一つ実際画面配信応援コムバッグで幸せな自分に見る配信だった。よく解説するよ。うわ、大丈夫かそれ。あっちゃ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 。対戦っていうより味方励ましてる。やることやって焼かせるってこと証明してやるよ。心の中では味方のスパイに決めてるんだぞ。これ来るぞ、普通に来る、普通に来るぞ。電車でハローコメンも言ってよ。私の日のメンタルケアは無理です。みんなから答えに気づく以外のコメンタルを倒します。このお家であるコメンに気づかせるなら電池バッグを倒すよ。わら、期待に向けて欲しいからレモン君を応援してきた。えー、ナイスザクソン、ザクソンブリンクはいいですよ。どうしてザックさんどうしてなの。でもアニビアこれ CS 結構取ってて、しかも敵トリスだし普通に。いちいちさの配信に報告してる人らは何なの。ラインの表情が不問すぎてレモン君かわいそう。わら、カジックスが好戦的すぎてこれどっかでやらかしそう。これもトリスだからな。トリスとアニビアって長引かせられるとマジでやばい。ちょっと脳できないって顔してる。レモン君まだ諦めてないよ。レモン君はこういうの諦めよう。ってかなんかダラダラしてると負けそう。ダクノスが止まったよ。わら、アレクサのバックリスペットだぞ。そろそろアップチャットで煽って相手のメンタル壊そうぜ。まだ残りまだ進める。おとなしくしろ。あー、そっち行くのね。俺がみんなのメンタルを支える。わらわら、レモン君発表して大胆したのはめっちゃいい最強。全員ルート変更してて草うろうろ行くっていう。スタンミのフェイト見せフェイト始めようと思ったんだけど、ビルドイカラビルドロワトパガスの隙にはロワシーン。スタンミちょっとスローしてきてるよ。ずっとスローしてるよ。これアニビアにずっと長引かせられてる。ボイドスローやな、ドスローやな。あわわわ、いえ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 、普通に負けそう。わら、アデ戦完成したらトリスが座ってんの。これよろしくないよ。これ負けるなら、あ、上にキル交換された。お前はだと負けようとしてるだろ。ナイス、スタミを1でそう。あー、クレットが強い。めちゃクレット強いんだけど、ね、キル取った後オブジェクトにマジでつながらない。これいこう、これいこう。落ちドラーめっちゃ持ってるし。おお、ナイスフラッシュ、素晴らしい。2ウェーブ押さないと。てかバロンめっちゃ速いんだこっち。ドラグ、いやでドラゴン、ドラゴン2個あるもんこっち。ドラゴン2個ある。まあこれ負けたら許さないからな。でもいざ相手に負けたくないって発表してたぜ。調べる気がないのにバロン系マウントにこならバロン早いですね。と
フレットのルートスタートじゃないと変な風になったから。ていうか人がやっぱり微妙だな、このチャンス。何このクソみたいな感じ。なんで今なんだ、なんで今なの。没頭してるから、これ怖すぎない。レオナがウルトないから危なくない。いや、クレットの、いや、強引に当たったら絶対勝てるんだ、これ。ガチ切れやん。今ので俺クラッシュ失せてるからな。うわそのウルトアリビアうめえ。そのウルトうめえよ。やばいやばいやばい。なんで危ないと思ってきたの。負けそうになったら急にこびてきたね。ミッドタワー折れたら一気にフリーになるな。これレモンはそれ言ったらやべえって。あーあちゃ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 レモンさんから勝てるこれいただきました。わら妹が寝てるので叫ばないでください。ヨードリオンリーは自己仲間ズオープネ。ああ勝てるって言ってるからスタイに頑張れ。くっさくさいい雰囲気ですね。浅いながまた待ってくれよ。おい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 ナイス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 オッケーオッケーいいグッドグッドグッド全然グッド。こっちがいい日々。おられるあれこうやって毎回キル渡してるやん。クレットその場しのぎナイス。わらスタミンが来まくってて笑った。スタミン煽られてるぞ。スタミン煽られててくさ。レモン君元気になってきた。わらわらレモンに煽られてるぞ。さっきこれで勝ててもらったのにレモン切れててくさ。ワースイ続けろ。ザッコわらわらわらナイスか。ヨードルオンリーが荒れ始めるとマッキー。うんちわらウッドルインファドロインファドロインファドロ見ましょう。わらわらインファドロわら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 レモンスタミンの何か読んだ。あれオーグッドグッドトリックが始まるな。スタミンが起きてるインファナイスインファナイスです。よし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 勝負だレモン君。勝てる気でいるんだろ。
俺も諦めが悪いもんでね。モードロケニア。マジで負けたくないこの試合。やばいよー、ジンの賞味期限が切れていくのを感じる。でも時間が経てば経つほど負けに近づいてる気がするんだけど。レモンとやってること逆でグサホットになってきた。ハイワード買わなかったので負けです。相手の方がレート強くなりそうだよね。レモンドラゴンあるから全然ある。だからお前先輩に。そうだな、エルだエルだ。そうだな、ドラゴン、そういうところ見れるリスナー好き。ボコボコのボコにしましょう。モードンロケにやっていってる時大体負けてる気がする。好きです。急に機嫌よくなるのは本当笑える。まあプロが勝って当然ってのもあるけどな。好きです。レモン頑張れ。キレてるというかもうキレてるぞ。わら、トリスの時間だ。賞味期限が切れてるのはジンではなくスタンミ。諦めの悪いニートとか。わら、ジンもカジックスもトフも後半グムじゃない。ミッドの影響力。ジンって賞味期限切れないけどトリスが強くなるだけだよ。ソラカも強いんだよな。いや壁でどんどんキャッチされてくの。でもこのクレット絶対集団チェンしないから無理だよ。カジックスとか4ブスってるようなもん。キー取っちゃうタイミングなってトフ刺さってる。うまいことキャッチしたい。ラックを探してスコドラで勝ち。僕は嫌いです。急に機嫌よくなるの謎。ウルトス使ってキャッチしてけ。トップ不要はないよな。ミッドとなら気にして。俺は最初から最後まで余裕だったけどとか言われててくさ。下三段場へ。そもそもキャッチ調整だからグループは自作くさ。はい、わらわら、はい、わらわら。ミッドゲーム人後にダブルくさ。ミッドゲームやっちまったな。ずっとゲーム人間はわ人って感じ。あとかな壁うねえ。あ、人さんわらわら。バロンベイト、これがバロンベイトだぞ。ゲームのまま諦めの悪い男。壁を取るわけでね。そっとライフ終わりんか。人間の字で試合を動かしまくってたとなら。あー今のいけたー。あー今のいけたよ。カジックスがもうちょっと耐えてくれたらなー。敵のインヒビーターが復活しますな。わら、苦しってくさ、クソワース、ぐっちゃぐちゃ、わらわら、ワードオケよ、スタミの判断めっちゃ良くなってる、とかもこんなことしてた、いかなく、手のワードオケこいよ、わら、あと5秒だったな、ダブル、いた、次でいける、集団戦なんてさせねえぞ、集団戦なんてできると思うなよ、わかったか？おいおいおい、嘘だろ、クレッド！お前の判断は大胆すぎる！マジで言ってんのか？これ敵陣で待ってたら俺たち GG だぞ。大丈夫なのか。待て待て待て、みんな待て待て待て、バロンがあるから。待て、バロン切れてから。相手バロンだからリコールはええぞ。ドラリン打って青とかえ。相手バロンあるぞ。飯食ってる間に負けててくさ。両取りオンリーゴム試合こういうの多すぎるわ。わらわら、また陣が捕まるお。ちょうど積んだ方がタワー折れやすいんじゃね。なきゃわらわら、おいおいどこかお前ふざけんなよ。ふざけんなお前。ほんとにベン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 じゃないよ。わらわらよ、覚醒しろ。ボグチャムプ、ボグチャムプ、ボグチャムプ、ボグイカラク、イケイケイケ。4シアット、4シアット、4シアット。わらわら、絶対バレてる。マジで溶岩バイディ。わらわら、バレてる。いや敵これビビってるよ。これビビってる。バロン生かせてないもん。これ完全にビビってる。敵感じる感じる。わらわら、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 この試合面白い。わら、わらわら、向こうの放送でも言われてるし無理やな。くさ、逃げうると、ヨードルオンリーコンに勝る。大事、わらわら、あのクレットヨードルなのか。このためのバロンいつ切れんだこれ。エレギッツで、エレギッツで、どうせバロン切れるまでに2回くらい上がるって言ってるし、熱いね。本当スタンに思い出
されない。負担に行くときは全部アップかいよ。インヒビター上がるまで出れねえよ。わら、押し切れてないね。おいっ、これガッツ YouTube に。いやこれバロン、いやバロン、これバロンが切れるまで。バロン中に行ってもリコールされて普通に殺されるから。バックドアはむずいよな。インヒビ上がってない。いやこれ俺赤取りしない。黄色ワードで飛んだ時にクレット用のワードも一応置いていく。割り切れるほどか良くない。エルダーでかとう。レモンの配信ダンロン01、君はいててくさ。ドラゴンでつろう。黄色とリンケットなら飛んだら即置けばヨードルオンリー来るぞ。エルダーベイトでグドしろ。あっと詰め、相手ビビってるぞ。ドラリン打ってエリクサー買っとけば。ビルドはロシャ。なんか明日早いと思ったらスキンパーツに出てくさ。ダンロンはくさ。いってらっしゃい。いやー、味方がインヒビターを破壊しました。ドラリン打ってコントロールワード変え。早い、わらわら。いけー。おや、いったー。ナショアートスポジショナス出たスタンに。やった、来るぞ。ワードある、うぜー。ワロティア、よしよし、わら。遅い、わらわら。よしよしよし、ワード置いとけや。ナイス、ワード。嘘だろクレット、お前ってやつはマジでやんちゃだぜ。お前やんちゃすぎねえかクレット。クレットお前やんちゃだよ本当に。クレットお前やんちゃすぎるよ。クレットお前やんちゃすぎる。クレット決めろ。クレット決めろ。クレット決めろ。